ビフォアの状態が、片方だけアンブレラカラーみたいに、左側の表面が、ちょっと暗めのベージュ、全体的にベージュ系だったんですけど、左の表面がベージュ系になっているのと、あと顔周りからこのお土産にかけてインナーカラーみたいに、ここも暗めのベージュ系で入ってます。だから左右ちょっとアシンメトリーのデザインにしてあります。はい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 、で、明るさのレベルの差でこう色味は一緒だけどレベルの差が違うっていう状態のデザインカラーが入ってました。はい、でまあ、それを生かすデザインということで、もともと暗かったところは、そこまでサイドを出さずに、アルカリのカラー剤をのせて、ちょっとくすんだ、紫ベースのピンク系をのせました。はい、で明るい方は抜けて結構もう透き通ったような透明感が出る あるハイトーンになってたので、そこには塩基系を使ってちょっと彩度の高い色味をのせました。明るい方はピンク、ペールトンのピンクと、イエローと、黄緑ですかね。逆のサイドは割と抜けてたので、ここのもみあげの部分に、イエロー系の色味、であと生え際の生え癖がモデルさんが結構特徴的だったので、なんかその生え癖を活かせたらなと思って、ちょうど本当にすごい分かれる生え癖だったので、そこの部分にちょっとデザインを持ってきたかったので、そこにイエローを入れました。ちょうどこう立ち上がってくるんってなってるところがなんか見えて可愛いかなと思ったので、そこの部分に入れてます。こういう、はい、すごく弱い薬で、癖毛にちょっとカールを足すぐらいの感、癖がもともと割とこうわーって広がりやすい感じの物質だったので、はい、ちょっとプラスするしてやりやすくなるようなため、やりやすくするためにちょっとかけました。はい、単純にその見えるものをテーマにするよりも、なんかそういう、はい、なんだろう、見えないものをテーマにした方がなんか面白くて、人によって多分そのイメージするものが、想像するものが違うから、同じテーマで例えばその音を感じる色でテーマ作ってくださいって言った場合に、僕と多分違う美容師さんが作ったらまた全然違うものができるから、なんか人によってその感じて作るものが違うっていう方が面白いなと思って、はい、なんかそういうものを割とテーマにしたくなりますね。ドレミファソラシドの色を最初に決めて、ドは赤で、レはイエローグリーン、ミは緑、ソは紫。あ、ファが飛んだね。そう、間違えた。ファが紫で、ソがピンク、ラがオレンジでしょ、はい、シがグレーっていう感じで色音階に色を当てはめて、でその色を当てはめてから、このモデルさんだったらどういう音のイメージかなっていうのを考えて、その音階からさらにさっき考えた色をはめ込んで、はい、色を今回は決めました。うん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 、単純にこの子に合う色とかっていうよりも、なんかそうやって音からイメージしたらどんな風な色合いになるのかなっていうのも自分でもちょっと面白いかなと思って、はい、ロケはでもすごい良かったというか楽しかったです。なんかね、室内と見え方がやっぱ全然違うので、室内よりもなんか色が透明感が出て見えるので、すごいカラーの見え方も綺麗ですし、なんかとりあえず透明感がすごい色のせる色でその残留しやすいカラー剤とか残留しにくいカラー剤っていうようなものがあると思うんですけど、まあ、基本的には残留しにくいカラー剤をのせるようにはしてますね。カラーチェンジしやすい、もし残るものだったとしても、はい、次のカラーで例えば例えば暖色系で赤系の色とか入れて赤系が残るんだったら、それをまあ生かしてそこにまた違う色味で
暖色系を乗せたりとかっていう提案とかはします、はい、うんうんうん、無理になんかそこでもうブリーチで取り除いて真逆の色にっていうのはあまりしないようにしますね、はいはいはい、入れる場所とか あとは入れる、例えばホイールで入れたりとかデザインから入れる場合とかでもなるべく枚数を少なく分かりやすくっていうのを考えてて、少ない枚数でそのデザインが見えやすくした方がイタッチの部分だったりとかそこを狙って入れればいいだけなので、なんかあんまり複雑にこうランダムに入れるっていうことはあまりしなくて、はい、見えるところに入れるっていうふうに考えてます。よくやるとかだとなんかこう鉢回りとかに入れて、はい、こうそこの部分に何枚かこう入れておいてそこの部分を次ま伸びた時にリタッチしたりとか、あとはさっき言ったアンブレラカラーみたいなものとか、あと表面は暗めの色とかなので、まあ、毎回ブリーチをこう重ねなくてもいいので、ある程度伸びてもそのデザイン、毛先に残ってるブリーチデザインで色味を変えたりとかっていうこともできるので、そういう風にしたりとか。新美容9月号、ぜひ見てください。すごい可愛いスタイルになってますので、よろしくお願いします。